タンザは日産自動車で生産、販売されていたセダン型、ハッチバック型の普通乗用車で、バイオレットとオースターの姉妹車である。香港では日本国内販売終了後に北米で販売された同盟のモデルについても述べる。バイオレットとオースターの姉妹車で、サニー店で販売されていた。姉妹車たちよりも内外ともに豪華にしつらえられており、ミニセドリックもしくは、 ミニグロディア的な小さな高級車という性格付けがなされていた。位置付け的にはサニーの上級版にある。ボディは4ドアセダンと5ドアハッチバックである。なお、2代目の後期には5ドアに代わって3ドアハッチバックが設定されていた。販売終了前月までの新車登録台数の累計は一部2代目バイオレットと合算して13万1345台。米国では フルモデルチェンジで名称が残された。T12 型と同じく日本の日産、ブルーバードと基本設計が共有され、完全な姉妹車となったことにより、歴代初の3ナンバー車になった。4ドアハードトップ、4ドアセダンをラインナップしたブルーバードに対し、スタンザは4ドアセダンのみのラインナップとなっていた。ブルーバードとの大きな違いは、フロントフェイスであり、バンパー、ヘッドライト、 フロントグリルが異なっている。また、リアのナンバープレートについてもブルーバードの位置とは異なり、バンパー下部に移動している。U12 型ブルーバードは1991年9月で生産を終了し、U13 型にフルモデルチェンジをしたが、スタンザは U12 型のまま生産が続けられ、1992年3月27日に生産終了した。 1993年型スタンザ・アルティマグックス。スタンザは1993年にアルティマのサブネームを付け、ブルーバードと同じく U13 型にフルモデルチェンジした。U12 型と同様、4ドアセダンのみの販売であったため外装設計を共有していたのは、ブルーバード SSS であった。このスタンザ・アルティマは、ブルーバード SSS よりも車幅が広く、フロントグリル。 バンパーなど細かなところが異なっていた。正式な名前はスタンザ・アルティマであり、オーナーズマニュアルにもスタンザ・アルティマと書かれていた。ただしリアのエンブレムにはスタンザ・アルティマの名前がスタンザは小さくアルティマは大きく書かれている。この1993年を最後にスタンザ・アルティマの名前は消え、翌年の1994年からはアルティマの名前で生産された。 ありがとうございます。